エミール・ヨハン・ビーヘルトは、ドイツの地球物理学者。電磁気学の分野では、リエナール・ビーヘルト・ポテンシャルに、名前が残っており、地震学の先駆的な実験を行った。東プロイセンのティルジットに生まれた。家族と共に、ケーニヒスベルクに移り、ケーニヒスベルク大学に学び、1889年に、博士号を得た。翌年、パウル・フォルクマンの助手となり、物理学を教えた。 1897年に、ゲッティンゲン大学に招かれ、ボールデマール・フォークとの助手となった。1905年に教授となった。地質学の分野では、地球の内部構造が一連の空構造となっていることを最初に提案し、地震波の電波に関する論文を発表した。地震計を改良し、人工的な地震を起こして、地質の探査を行った。1922年に、 ドイツ地震学会から解消して、ドイツ地球物理学会を設立し初代の会長となった。ドイツ地球物理学会は、エミール・ビーヘルとの功績を称えて、エミール・ビーヘルとメダルを創設した。ありがとうございます。